アルビン・クルティは、コソボの政治家。現在、同国首相、ベテベンドシェ、代表。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国内、セルビア社会主義共和国を構成する、コソボ社会主義自治州のプリシュティナで1975年に生まれた。1997年に、プリシュティナ大学学生連合の副議長となり、 1997年秋と1998年春の非暴力の抵抗運動を組織した。アデム・デマチがコソボ解放軍の政治部門の代表者となると、クルティはデマチの下で働いた。1999年4月、NATO によるユーゴスラビア空爆のさなか、クルティはセルビア当局によって逮捕され、ユーゴスラビアの領土的統一を危険にさらし、 テロリズムとつながりのある敵対行為の遂行に加担したとして訴追された。セルビアでスロボダンミロシェビッチ政権が崩壊した後の2000年に釈放された。2000年以降、コソボの政治からは距離を置いていたが、国際連合コソボ暫定行政ミッションと汚職に対する厳しい追求を始めた。 クルティは親類を紛争で失った人々の支援を得て、非暴力の抗議運動を展開し、コソボの民族受血権を寄給した。しかし2007年2月のデモ行動で、国連警察によって2人の非武装のデモ参加者が、殺害され80人が負傷した際に逮捕され、7月まで、拘留され、その後警察の護衛の元自宅南京に置かれた。アムネスティ・インターナショナルは、 クルティに対する訴訟の不正常を非難している。クルティはその後も、積極的な非暴力の抵抗を支持している。2019年10月6日執行のコソボ、総選挙にてベテベンドシェは、第一党となり、2020年1月20日、新首相候補にクルティを決定し、橋シサチ大統領に通知。同日、サチ大統領は、クルティを新首相に指名し、 訴覚を命じた。同年2月3日、議会で反対派が退席する中、120議席中366票で政権が承認された。しかし世界中で流行するナインティ1 9への対応をめぐってはサッチ大統領と意見が対立し、3月18日には大統領の非常事態宣言に反対するクルティを批判した内務大臣が解任されるなど、 連立政権内に不協和音が生じ、同年3月25日に内閣不信任決議案が賛成82、反対30に危険1票で可決された。6月3日にアブドゥルラ・ホティ元財務大臣が新首相に選出されたことを受け退任。2021年2月14日執行のコソボ総選挙にてベテベンドシェは議席を積みまして過半数に迫り、 クルティは3月22日に再び首相に選出された。ありがとうございます。